どうもことです。今回は前回のワンバイワンの続きをやっていきます。でチューニングなんですけども、6弦が1音半下げの、残りの弦が全部半音下げです。はい、じゃあ早速やっていきます。で前回1番のサビ終わりまでやったんで、今日はその続きをやっていきます。はい、基本的にコード進行は大体一緒なんですけども、じゃあまたルート音をフレットで言っていきます。最初の音が6弦の2フレットです。次が5弦の3フレット、6弦の5フレット、あ、ごめんなさい、6弦の7フレットですね。最後が9フレットです。で次からブリッジミュートです。ここスライドですね。で結構アバウトなんですけど、最初のスライ最初が多分7フレットあたりまで、で次9フレットあたりまで、はい。で次から普通にサビです。で前回やったとこはもう省略するんで、あ、よかったら前回の方を見てください。で次間奏 C メロなんですけども、まあこれは簡単ですね。1弦12フレット、2弦12フレット、1弦の14フレットです。で次はイントロと一緒です。でここのリードパートあるんですけど、多分ワウペダル使ってるんですけど、僕ワウ持ってないんで、普通に音だけ言っていきます。1弦の12フレット、次が14フレット、次が15フレット、15、17、19ですね。をなんかワウペダル使ってやってください。でその次が、ピックスクラッチ入ってからの、サビですね。はい、でアウトロなんですけども、でイントロと一緒です。でここは、3弦のこれもちょっと口で言うのは大変なんで、ゆっくりやります。
です。はい、じゃあこれでワンバイワンは以上になります。で、結構最近あの35のアルバムばっかやっとったんで、またそろそろ違うなんか最新曲とかやっていきたいんで、で、まあいろいろチェックして探してるんですけど、あのなかなかあのギターロックっていうかロック調なやつがないんで、はい、ちょっとあのアップするのが遅くなってるんですけど、で、まあ、あの定期的にはやっていくんで、あのまたよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。